IT パパニュース。こんにちは、いかがですか。体調崩してないですか。そういったよかった、私もあなたのおかげで元気です。朝はひんやりなんですけども、昼間は過ごしやすい気候だそうですので、服装にはお気をつけください。難しいって本当難しい。今日珍しく私もお客さん先に行くのでね、どんな感じで行こうかなと、もう半袖短パンのスギちゃんみたいな感じで行けばいいのかなってすごく悩んでおります。パパ丸山です、よろしくお願いします。さあ、いよいよですね、ハイブリッドトークイベントウラシーの情報をね、いろいろ解禁しております。昨日の配信では、有料配信の有料チケットのを買うと聞ける有料トークセッションのプログラムをお届けいたしました。で、本日まず最初にちょっとお届けしたいのが、そのチケットの購入方法なんですけれども、今回ですね、まずパパニュースプレミアムリスナーにこれまでの感謝を込めて先行受付を開始したいなと思っております。今回オンラインが主体であるもののリアル会場も準備しておりまして、いるんですけれども、リアル会場の席数が非常に少ないということなので、まずはプレミアムリスナーの方に来ていただきたいなというところがあるので、大変申し訳ないんですけども、プレミアムリスナーの方にまずは先行申し込みさせていただきたいなと思いますので、プレミアムリスナーの方は昨日の配信をぜひ聞いていただきたいなと思いますし、なんとですね、今日時点でまだプレミアムリスナーになっていただければ先行お申し込み間に合います。初月無料ですので、ぜひプレミアムリスナー、今まであれずっとパパ丸山聞いてたけどプレミアムリスナーになってなかったな、あ、リアル会場行きたいなってたまたま思った方、もしくは田中恵子さん、そして桑畑理恵さんのリスナーでたまたま今日聞いてた、何プレミアムリスナーだったら絶対会場行けるのって気になった方はですね、一応パパ丸山のパパニュース聞いていただけるんだろうなという願いも込めてね、なっていただければと思います。今日時点プレミアムリスナーになっていただければと思います。よろしくお願いします。どうしよう、100人とかになっちゃったそう、途中でもしかしたらね、急に配信出してもう締め切れってなるかもしれないですね。よろしくお願いいたします。いや、なかなかちょっとリアル会場の開催というものが私もまだまだノウハウが少ないのでですね、できるだけ不快にならないように、混乱しないように気をつけていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたしますというわけで、全てではないですけど、無料セッションの方もだいぶ仕上がってまいりましたので、そちらもねご紹介していきたいと思います。それでは参りましょう、レッツウラシー、ウラシートークセッション発表。今回はやはりメタバース空間も積極的に使っていきたいなと思っておりますので、ゲームっぽい感じということで、ドット絵をテーマにしてですね、いろんなところのデザインに取り込んでおります。で、だいぶ長いこと、もう5年ぐらいウラシーもやってきたので、昔のウラシーのロゴからですね、今のウラシーのロゴ、ドット絵のロゴまでこう成長しましたみたいなコンセプトのタイトルの、このアイキャッチの、アイコンとなっております。いやーね、長いものですね。そしてですね、もちろんスペシャルスポンサー、森川さんの名前もねちゃんとタイトルに入っているというような形になります。で、無料セッションの方もですね、本当に無料でいいのっていうぐらいのね方々にねお集まりいただいておりますので、そのまず一部をご紹介していきたいと思います。まずは11月23日土曜日21時、大相撲メタバース場所でございます。先日西尾さんのチャンネルの方で大相撲ボイシー場所開催しまして、方やこの方までね登壇していただいて非常に盛り上がりました。今ね、多分ボイシーと相撲っていうのがね一番熱いんじゃないかなと思ってます。そんな中、ウラシーでも好評の企画、大相撲メタバース場所を開催していきたいと思います。こちらもね Google Meet というねウェブ会議アプリで最初集まって、その後メタバース空間に移動するというねこの連携技を考えております。この参加方法はまた追ってね詳しくお伝えしたいなと思います。11月23日の夜21時大相撲メタバース場所です。で、登壇するのはもちろんミヤネ屋の常連西尾和弘さん、そして相撲ハムスター漫画でおなじみユミーさん、そして子さんです、忘れちゃいけない子さん、翔猿推しヤハエイジブさん、そしてパパ丸山でお届けしていきたいと思います。
いや、せっかくあの稲垣沙織さんも大相撲ボイシー場所出ていただいたんで、こう粋な女子党の方々にもですね、ぜひメタバース空間に来ていただけるようにね、ちょっとお誘いしようかなと思っております。私の誕生日っていうこともありますのでね、お祭り的な感じでねやっていければと思います。よろしくお願いします。2つ目のセッションは人の心を支えるサミット。なんと伊達住職、そして薬剤師吉田聡さん、そしてパパマレモの3人でお届けするセッション、11月25日月曜日夜21時から22時、これはボイシーのライブで行いたいと思います。これ初共演なんですけれども、非常に相性がいいんではないかと勝手に思ってキャスティングさせていただきました。伊達住職ことジョセフィーヌジョセフィーヌ言わない方がいい、伊達住職と、こちらもね、誤算も私と同期の吉田聡さん、薬剤師、私ね常々言っておりますが、ボイシーフェスのようなイベントに吉田さんこそ早く出してほしい、もう一番ためになる話できる人、薬剤師ですから。で、2人ともね、こう人の心をねすごく支えるお仕事だと思いますので、2024年、どんな人の心を支えてきたのかというところをね伺っていきたいと思います。ただね、これ心配なのはですね、ジョセフィーヌがいつ出るかっていうところと、ママ優子がいつ出るかっていうね、この2人の濃いキャラに吉田さんが巻き込まれるっていうねもう確実巻き込み事故なんじゃないかっていうねところもね、楽しみにしていただきたいと思います。こう初共演の2人なんでね、ちょっとどんな話になるのか、ちょっと私も楽しみでございます。はい、ぜひ11月25日月曜日も開けといていただければと思います。人の心を支えるサミットです。続いては、あなた千年待った慎太郎谷さんとパパ丸山でございます。まあ、これたまたま、日程はたまたまです。たまたまあの某フェスと同じ日、なんですけれどもね、11月27日水曜日の21時から22時こちらのボイシーのライブで行いたいと思います。まあ、ちょっとたまたまですけどね、ちょっと五感が似てるんですよね、例のフェスとね。あの向こうは千じゃないですか。でこっちも千年だったから、千年待っただから、こうたまたまね、ちょっとこう響きがね、まあ、ラップ的な感じで、ちょっとね母音と子音がちょうど似ちゃったのかなっていうね、まあ、こういう偶然もねあるんだなっていうところですね。なので今年まあすごい千年待ったっていうぐらいね、待望の何かこう実現したこととかがねあったんじゃないかなというので、そういうことを無理やりちょっとお聞きしていきたいと思いますし、まあ、例のフェスの初日ってこともあるので、いろいろね、あの悔しいな悔しいなって思いもしてる人もいると思いますので、もう乱入大歓迎で、はい、まあ、みんなでこうすごく楽しい空間にね、していきたいなと思ってる。たまたま初日でね、たまたま例のフェスの初日でたまたま似ちゃっただけなんでね、はい、そのギリギリな感じを楽しんでいただきたいというのと、まあ、仮にバンされても大丈夫なパーソナリティというのをお呼びしております。はい、それがまあ慎太郎だもしかしたらこのイベントの次の日から私たちの配信は聞けなくなるかもしれない、それぐらいリスキーな対談となっておりますので、まあ、バーンされることも厭わないよっていう方はね、ぜひ上がって手挙げるボタンを押していただいて、パーソナリティにも参加していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたしますどんな、まあ、もう宣伝待ったっていうだけでね、もう話せると思うので、はい、もうここはね楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はまず無料セッション3つお届けいたしました。で、まだまだもう公式ホームページの方では現時点で決定している方々の、こう告知画像載せておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。で、まだまだ&モアになっております。聞いたことある、なんかどっかで聞いたことありますよね。アンドモアになっておりますので、まだまだ追加パーソナリティおりますのでね、楽しみにしていただければと思います。というわけで、まずは無料セッション第1弾お届けしました。コメント返しのコーナー。